来年夏に行われる参議院議員選挙について、立憲民主党県連はきょう、元参議院議員の吉田忠智代表を擁立することを決定しました。これはきょう大分市で開かれた県連の支部代表者会議で決まりました。県連代表の吉田忠智氏は、去年の参院選大分選挙区の補欠選挙で自民党の新人候補に敗れましたが、政治家としての経験や人柄が評価され、満場一致で擁立となったということです。現職が今度は相手になると思いますから、そういう意味で厳しい戦いでありますけれども、同志の皆さんと共にですね、戦い抜いていきたいと考えております。県連は今日党本部に公認を申請し、今月27日の常任幹事会で正式に公認決定されるということです。